手にメンバーダブルスマッチ、はい、ということで佐久間さんまだダブルス一勝もしたことないんですよね。そうね、あの AP リコさんにもうねシングルスも負けまくり、ダブルスも負けまくり、若干元気がない感じが、意外にあのこのレギュラーメンバーというか、はい、いつもその収録に 100% 参加する4人でダブルスって意外やってないんですよね、はいはい、何かゲストがね、そうなんですよ、必ず入っていただく、なぜやらなかったかというと、あの1人だけ、ね、実力が劣ってしまうっていうそんなことないですよ。その方と組むのが僕なんですか。もう佐久間さんを勝たせられるのは高尾さんしかいないということになりまして、ないんですよね。ないんですよね。はい、わかりました。やらせていただけたらなと思いました。あの前回のあのテラチプロとの拝見しましたので、ですね、はい、非常に好評でございました。最後の最後の終わり方ね、はい。やらかしますよ。これはなかなかね。いや、ただやっぱね、そろそろもうお笑いはいらないと。お言ったな、勝ってくれと、もういい加減と、あ、いう視聴者の声がですね、たまにコメントでですね、はい、テニスに失礼、練習してこいっていうコメントが以前ございました。申し訳ございませんテニスに失礼は言い過ぎじゃないですか。楽しんでるんだから、ね、でもこれね、はい、もし勝つことができたら、はい、あの僕のおかげで終わっちゃうんじゃないですか。それはそれでいいんですか。ダブルスね、2人必要ですから、まあ、どこまでいっても2人必要だということで、はいはい、頑張らせていただけたらな。じゃあもうノーハンデで。そうです、ノーハンデで、はい、じゃあ、普通の4ゲームで3オールタイブレイク、はい、でセミアドバンテージということで、はい、いいですか。じゃあ、リターンはどうしますか。あのそのノアドにかかった時のルールって何か決めときます。じゃあ私が女子という扱いでやるのはいいんじゃないですか。僕が、ウーダープロがサーブの時は僕らがリターンにして、はい、2人がサーブの時は2人の、はい、でリターンもちゃんとやるということで、はい、じゃあそれは決めときましょう、はいね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。思い切ってガーン、クロスクロス。バテニグッズ販売中、詳細は概要欄にて。どうぞ。アップアップ。さあ高尾さん、何だよ。俺かい。わかりました。いいじゃねえよ。コントじゃないんだ。えい、お願いします。えい、頼みますよ。はい。カバーはします、はい、もちろんカバーします。いやもうあれね、あのリコちゃんのうまくポイント取った方がいいんで。そうですね、はい、もうワイドからいきます。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。シャッス。そうですよね。そうですよね。そうですよね。サブ。ごめんね、どうしても勝ちたいっていう人がいるから、勝ちたいっていう人がいるから。本番仕様や。申し訳ない。リフティラウ。ちょっと辛いっすね。これあれだね、あの僕とウーダープロがどっちが容赦しないか。リフティオール。あっ、ふっ、早すぎたか、さすがに。どうも。あれでいいんじゃない。あれで、ね、まあ難しかったらもうあの黒い方の服狙えば。これさ、ノーアドになったらさ、女プロがリターンだからさ、はい、絶対取っちゃわないとまずいよね。確かにそう。このこっちの方がさ、確かにそうです。うん、ね、体いきます。はい。サーティーフィフティン。すいません。ありがとうございます。あかん、これミックスや。あれチェンジですね。チェンジです。チェンジ。できたらチェンジしてほしい。これってファーストサーブもどっちかに構えといて、1か8かですか。何回ワイドだ。ちょっと得意で。そうでもない、まあ、ブロック。ワイドに構えます。ブロック。
さてよ。あれワイド張ってたな。もうかけてみたんですけど外れました。40-30。よし。もうサーブでなんとかせなこれもお願いします。俺行く。お願いします。私行く。もちろんです。ちょっとテニスができる人が組めば誰でも多分キープできる。組みたい人募集してます。OK、 お願いします。ナイス粘り、ナイス粘り。いらんことしたいらんことした。泥臭く泥臭く泥臭く。あっ、オッケー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 。ナイスナイスナイス。低くだけね。よし。入ってないか。惜しいな。ナイスナイス。 OK。 惜しい。よし、行こう。よっ、よし、ナイスプレー、ナイスリターンだし。やべえ、いいリターン入った。いいリターン入った今。ちょっと人生で一番うまくいきました。、ね、ワイドに張り切って。張り切ったんだ。はい、オッケー。ナイスリターン。一本ね。はい。よしよしよし。落ち着きすぎた。逆に時間があると難しい。見せたぞ。あえて目の前に落とす。中野さんと目があったんですよ。目があった。ごめんリコちゃん、ごめんねリコちゃん。一番高度な技を使ってしまった。最後。はい。アウト。ありがとうございます。まだそうか、デュースだから。セミアウトだからね。はい、オッケー。ありがとうございます。あ、そっか、デュース。うん、まだもう一回繰り返したらノーアド。アウト。惜しい。すいません。ナイスウォッチ。チャンス。最高。もう一本、もう一本。こっち、ルール的にすいません、はい、こっちじゃないとあれなんで。あ、はい、申し訳ない。よし、ノアド。やばい、やばい、やばい。アウトじゃん。よし、よし、よし、よし。ここね、落としたらちょっと危なかったよ。 ありがとうございます。ノリノリで行く。私が。よし。7、8割の感覚で行きましょう。はいはい、ステイする。ステイ。ステイする。はい。オッケー。最後。ワンオール。このゲーム。ポン。動き見せるよ。ちょっと思い切って。前の人がね、日本一の前衛なので。はい、行こう。はい。
奇跡。うわすげえ今の。来てもらう。ありがとうございます。完全に見られてた。慌てない慌てない。リコちゃんはそっち行きたがってるから。ごめんね。さて15。はい。じゃあここ打たないんだ、ね、これはこっちなんだね。こっち派か。しょうがないしょうがない。もうこれはいいプレーいいプレー、お互いのいいプレーです、はい、1本いきましょう。はい、先行先行。サンキュー、サンキュー、ありがとうございます。薄いグリップ。ごめんごめんごめん、うん、ちょっと遊びすぎたかな。どうぞ。40-30。うわ。よし。ナイスキープ。ナイスキープ。最高のサーブ入った。ナイスキープ。作る。作るしかない。開けいきましょう。はい。1-2です。マイケル、もっと前に、もっと前に。はい、あ、よし。オッケー、オッケー。言われなかったら手出てました今。もしあの展開になったら、はい、もうロブか。ロブか。そう、サクピン、高手のとこ返しちゃう。はい。1本いきましょう。大丈夫。アウトアウト、アウトアウトアウト。よっかいした、よっかいした。今さ、目が合った。え、高尾さんですか。高尾さんの存在感がでかすぎる。やばい、目が合ってしまって。アウト。おお、ナイスサーブ。ナイスサーブ。あー、もうサーブがいい。サーブ、ナイスサーブ。予測よりも全然速いし、いい回転かかってる。もう一本。あっ、あっ、取れた。あの、当たったんで3点です。あ、3点。ゲームですね、じゃあ。ゲームですね。ゲームですね。当たった。もう一気に行きましたね。佐久間さん、あの、誘われてるっていう。まあ、誘ったのは良かったんだけど、まあ、その後、準備してないから、とりあえずペッって言ったら。思い切って、ガーン、クロスクロス。うん。オッケーオッケー。よっしゃ、一本満開。はい。全然入ってます。入ってます。キープできた。 OK、 2オールです。あの、僕一人でやってもいいんですか。ずるい。 NO。 はい、いきます。2オール。ラボラボラボ。すいません。もうロブは通じないぞ。怖ね。あれ、ミスしてくれないか。先に言っとくか。15。ノーマイ、ノーマイ、ノーマイ。次、次。痛くないからです。同じ方向ね。はい、同じ方向に対してね。いや、そう。ストレートでいいですよね。いや、しぶといな。15。
オッケーよしよしよし空振りはしてくれないか楽しいでしょ楽しいさあ、ディフティーンオーライオーライよしそこそこもうあれやられるの分かってて俺打って言ってる取れる取れるよしさあ手をよしここよし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 まあまあまあよしよしよし40-30はいよし横取りしちゃったね佐久間さんに打たせようって思って打っても半分以上佐久間さんが取っちゃうからなんかリカバリーしてきたからさ次で取ろうそうですね、うん、いくらタイブレイクで打とうはいえ、はいね、いけるぞもしクロスに帰ったら、はい、絶対佐久間さんコーチはい分かったそれから、はい、ファーストもセカンドもはい、はい、分かりましたタイミングだけ気をつけて、はいうんはい、前にいてね、うん、もうそれ原則あとは、はい、あとはフリーで、はいうん、よし行こうはいで、そう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 もうこれ原則ね原則原則もう僕らの約束ごとよし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 どうした今やばいやばいちょっとこうサーブ力なんとかすいません負けるわけにはいかないはい最後ああすいませんああすいませんありがとうございますよしよしこれはあの高尾プロに教わったサーブなんかさっきサーブ連で言ってたやつじゃん、ね、一番いいの入ってる先端っぽく見えるんだよあれそうそうなのこの振りがそれが唯一そこだよねそれが分かんないのナイスだよし仕事してくれるねナイスオーダープレイいきますすいませんいやセンターかなってちょっとだけ思ってたんですよその分手が出ましたサイド来る可能性あるから、はい、サイド来たらストレートいく、はい、あとはさっきと一緒、はい、さあ決め事最後おっノッちょっと勝負しすぎたすごいさあここやなまだワンチャンよくあのプレッシャーをかいくぐったいいラケットでした。ありがとうございま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 した。チームスタテリのメンバーになりませんか？僕の特別レッスンを配信中です。
ただいまの結果、2対4で高尾プロと佐久間 P の勝利です。ありがとうございました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 。満足そうな、いや満足そうな、いや最後まあ入ったけどね。最後目つぶされた、ね、目ちょっと届かなくて、こうやってやったらいい感じの、ね、あ、そうだ、俺も前必死に見てたからね、どうやったか分かんなかった。先のところにでも最後のゲーム全部一応リターン入ってるよ、ね、入ったからね、はいはいはい、まあそのフレームに当たったりとか、はいはいはい、リコちゃんの前に落ちたりはあったとしても、はい、はい、それで助かったわけ、はい、結局は。いや、高尾プロのおかげです。それ、誰が見ても明らかにありますけど、サーブもよくキープしたし、そうですね、自分のサーブ、はいはい、ただ必ず狙われるっていうのが分かっといて、はいはいはい、プレーするのは難しいことですよね、はいはい、ちょっとその意識的に、あの下のところで当てて、しっかりまず1本ずつ返していこうっていうことを意識、うんうん、でもそれ大事、はい。で最後のゲームは、もしクロスに帰ったら絶対スイッチするっていう約束ごとで1ポイント目でそれやったんですよ。もう約束ごとにしてあげた方が多分思い切ってやれるかなと思って、それが成功したことによって多分リターンでもちょっとしたラッキーだとかね、そういうのがあったんじゃないかなと。必ず我々ボレーするとき高尾プロと目が合うっていう印象が空間でどうしようかな、来ちゃったけど目合ったあー若干僕がその後ろにいてこう構えてるのに、なんか前衛がね、なんか高尾さん見てる感じしました、ね、こっちにボールあるよ、こっち見てないんじゃないかっていう瞬間ありましたからね。まあでもちょっと、はい、いや、だからいいじゃないですか、まあ、です、ね、正直勝たせるというね、まあ、チームですけど、ために、すいません、本気のサーブ申し訳ないですホワイトもセンターも申し訳ない、うん、いやでも勝つって素晴らしいですね。やっぱありがとうございました終了ですかね、このシリーズ。なんかポーカーフェスとってでもすごいね、スマッシュのところだとかボレーとか、もちろんミスもあったけど、はい、決めてる数がすごく多かったから、まあ、ね、それはやっぱり前向きにね、はい、こうやっていくっていうのが表れなんで、はい、僕もね、こう倒れ込みたい時もあったけど、まあギリギリのところで今日は大丈夫だったんで、はい、空振りなかったね。そうそうですね。ちょっと怪しい。そうですね。ちょっとフレームも若干ありましたけど、ラケットがいいというか、ね、なんか、ね、ここに当たって帰ってるのありましたか。あれ、ホワプロのスマッシュだよね。はい、そうそうそう。打たれたやつ、うん、多分この辺だったと思うんですけど。まあまあまあ、いろんなことがありましたけど、はい、よかったです。またやりましょう、はい、はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。オンラインテニススクールチームスタテニ、チームスタテニではここでしか見られない特別なレッスン動画を配信。ドッキリじゃない、必ずご返信します。他にもたくさんの特典を用意しています。一緒にテニスをしましょう。チームスタテニ無料トライアルは概要欄から。